が勝負してくるのか。インサイド落ちました。右中間に強い打球、右中間を深々と破るヒットになります。込みました。打ちました坂倉。打った瞬間確信したか、入ったホームラン。インコース詰まりました。インサイド落ちました。ずれてボール。痛烈な打球。打球は何から入ってくるか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。打ちました。いい当たりだ。センターに強い打球、スタンドには届きません。バッターランナー、さあそしてバッターボックスには近藤が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから。初球打ち、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。痛烈センターにいます。さあ得点圏にランナーを背負った場面、打ち上げた。ここはフライになっています。センターになりましたが得点圏にはランナーが。左中間へ持っていった。入れば逆転。そうですね、いい当たり。センター前抜けていく。ホームへ。サードランナーいるのか。ジャストミート。ワン。そうですね、打ちました。あっと取れない。バックホームする。さあここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。初球打ち、右中間へ打球伸びる。サードランナースタートを切る。いい当たり、セカンドの左抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球。ファーストランナー一気に。最後はレフトフライ。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。切りました。ファールボールです。インサイド落ちました。ここもファールです。打った。高い打球、センターの頭上、入った。ホームラン。いやさあまず1球目、初球ストライク。2球目打ちました。ショートうまくさばいて、改めて集中していきたい場面です。初球打ち、この打球は落ちるか。どうだ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。打たれます。インサイド打った。1塁送球、ストレートわずかに外れてボール。151キロ、ライトに持っていった。頭上を越えた。サードランナーホームイン。バッターランナー初球打った。ここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト。点をつくことができるんでしょうか。打ちました。センターに大きな打球、切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。ここはフライになっています。先ほどのアウト。打ちました。浅村痛烈、これはショートライナー。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。バッターは2番に入っているバース。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーダルビッシュ、そしてキャッチャーは野村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。バッターは DH 吉田。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、わずか2球で2アウトになっています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。引っ張った、伸びていく。どうだ、そのまま打ちました。セカンドうまくさばいて1塁。アンツ1点リードで迎える最終回です。打った、ショートの左抜けます。ビットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。引っ張った、ワンバウンドヒットになった。安打でランナーを背負っています。レフトに持っていった。逆転なるか。セカンドランナースタート。そうですね、さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここを抑えきれば勝利も見えてくると思います。ジャストミート、取ってアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには源田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。しっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。サードランナーがホームに帰って、まずはストライクを取りました。
ストレートを打っていった。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。そしてワンバウンドヒットになりました。ヒットでランナーを一塁に置いている。初球打ち、大きな打球入った。ミートが上手い上に大きい打ちました。痛烈、これはショートライナー、アウトです。打ちました。レフトが追いかける。そのままスタンドに入ります。ジャイアンツが追い上げます。7対2になりました。いいボールでしたけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、バッターは6番山本。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。インサイド落ちました。ヒットになった。ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている鈴木。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターボックス坂本、ワンアウトになっています。おー、高く上がった。レフトが下がって入った。ホームラン。低め、バッターボックスには代打の柳田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インサイド打ち上げました。弾き返した、掴み取った。ナイスプレーが飛び出しました。打順はトップに帰って大谷。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。打ちました。右中間に強い打球入った。ホームラン。高めのボール打ちました。打球はセンター、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。Feel